はい、タンタンです。今日はこちらの、ギルドのね、ちょっとヴィンテージの小ぶりなモデルが入ってきましたのでご紹介いたします。M20 ですね。こちらのオールマホガニーのモデルになりまして、おそらくですね、1959年ぐらいのものだとは思うんですね。ラベルの方がいわゆる長方形のゴーストラベルって言われる、ゴーストの絵が入った、ラベルがついているので、まあ、そのラベルがある、ついてるの自体は59年から60年ぐらいだと思いますから、そのあたりのやっぱないかとは思うんですけれども、中に書いてあるシリアルナンバーですね、これからいくともっとだいぶ古いシリアルにはなってるんで、ちょっとそのあたりどういった、まあ、事情でこのラベルにこの番号が振られたのかっていうちょっとわからないですけれども、まあ一応このラベルがついてるんで59年ぐらいかなと。でここに書いてあるシリアルの該当する年式だとまだ多分このモデル自体も作られていないので、おそらくその辺は番号が間違っているのか何かじゃないかなと思われます。ちょっとはっきりしたことはわからないですけれども、まあ仕様から言って50年代後期、60年前後っていうところはまあ間違いないんじゃないかなと思います。で、ペグヘッドはこういう形の、まあ、ギブソンスタイルですね。こんな感じで、筆記体のギルドロゴが入っております。なかなか状態はいい方じゃないかと思いますね。この年代のギルドにしてはトップの状態もまあ多少こう横、真横から見れば若干膨らみはあるかなとは思いますけれども、こう極端な歪みとかもなくて、今のところブレーシングの剥がれもないですし、状態は非常にいい方かなと。でサドルはね結構削ってはあるんですけれども、現行の方は低めになってまして、現状で 2.5 ぐらいかな、6弦側で1弦側で2ミリちょうどぐらいになってますんで、この年代の楽器としては非常に弾きやすいセットアップになってるんじゃないかなと思います。ネックの方もね状態いいですし、かなり弾きやすいセットになっていると思います。ボディの割には非常に音量もあって、軽いタッチでもパンと、すごく軽やかに音が出てくれるので、まあ、いかにもまあヴィンテージらしい雰囲気の音になっていると思いますね。で、まあ、マホガニーで、指板の方はこれハカランダですね、使ってますけれども、まあ、スペックとしてもまあヴィンテージらしいそういった材料とかも使ってますし、楽器としてもこの M20 はおそらく当時もね決して高級グレードの楽器ではないんで、あんまりちゃんとした状態で残ってるもの多くはないと思うんですけれども、まあ今回ねこれぐらい綺麗な状態で M20 の方が出てきましたんで、なかなかレアケースじゃないかなと思います。音の方もね、こんな感じのちょっとブルージーな雰囲気の曲をやるのには本当に向いてる雰囲気かなと思いますね。音自体もまあスプルースのもののトップのもねものに比べると随分いなたい雰囲気もあるので、そういった感じの雰囲気の音楽にはすごく向いてる一本になってるんじゃないかなと思います。バックはこんな感じですね。ネックの裏の方もねそんなに傷もなくて綺麗な状態になってますんで、なかなか年代としては状態いい方じゃないかなと思います。
ということで、ギルドの M20 ですね、1959年頃のものかと思います。こちらの方展示販売いたしておりますので、ぜひお問い合わせの方をお待ちしております。それではタンタンでした。